30ですね。先日の試合、応援ありがとうございました。ありがとうございました。いや負けてしまいました。サラは勝ったよめちゃめちゃ、まあ、サラちゃんはサラは勝ったよ。サラちゃんだけの記事とかヤフーニュースとかでさ出てたよ。サラちゃんだけの記事、サラが主役ですなんて言っちゃったもんだからさ、うん、ちょっとサラが今回本当に主役になっちゃったよ。悪いね。いや本当だよ、僕のさ試合のインパクトよりさらちゃん。いやでもね、インパクトはしっかりあって、あの久保の成長が見れたっていうコメントもあるし、エゴサーチによるとさらの懸命なエゴサーチによると、まあ、結構久保の試合が今度も見たいと。まあ今試合後からちょうど2日後なんですけど、どんな気持ち、ね、お気持ち的に。いや久しぶりにこの負けた、なんていうの、次の日超落ち込んだよ。今も落ち込んでるよ。起きたら夢かと願うぐらい、まあ、ダメージはね、そのほら別にないっていうかね、みんな結構心配されたんよ、うん、顔殴られてる。確かに心配した。いやこれ以上なんか物忘れとか激しくなったらきついなって思う、うん、ここはあの一発も打たれてないからさ、ちゃんとここでドア外したから守るとこさが結構赤くなっちゃったぐらいで、まあ、あとあれだね、ほら投げられた時に自分がちょっと踏ん張ったから、その時に足をひねっちゃって、K1 の時とかはなかなかねないような怪我かな。投げれることとかないじゃん。で、足は回復しそうなわけ。足は回復これから病院行くそう、そう、回復してさっさと練習しないと。いや、本当だよ、めちゃめちゃ悔しいっていうかね、なんかね、いや勝てる試合だったなと思って、正直そこが、自分がその行けなかったそこは悔しい。確かに、うん、やっぱ最初のあの油断でね、最初の当たったじゃん、相手の顔に、うん、忍の顔に忍の顔に当たったと思ったら、おー、いけたーって思ったらさ、距離縮めすぎて。知ってるの？はい？距離縮めすぎて。なんで知らないと思ってる。それで大丈夫。で、いけると思って距離縮めすぎたら、相手がその寝技のタックルが来やすい得意の分野に、だからそれは向こうの狙いだったかもしれない。よし、来た、今この距離圏内だったら入れる。そう、だから聞かしてからこのうわーって言っちゃったから、あ、倒せると思って倒しきろうって言っちゃったから、そこを冷静に行くべきだった。ちょっと距離をちゃんと遠い前の技を、ね、立ち技だけでのさ計画っていうか、うん、頭は結構使えてたけど、やっぱまだ慣れてないからそういう頭使えないのかめちゃめちゃ分析されとる。そうだからやっぱ熱くなっちゃったね。で、あとその2ラウンド3ラウンドも同じ展開になっちゃったっていうのも、やっぱ相手がこうサークリング下がっちゃったとこを自分が追っかけちゃったからダメだったから、やっぱちょっと日頃ちょっとさ調子に乗ってんじゃん。日頃がもうあぐらかいてたんじゃないの、日頃の生活。やっぱちょっと一からさやり直すべき。まあ結構今回頑張ったよ。じゃあそうだけど、その気持ち的にいけるって思っちゃって、そのさ少しの隙に入り込んできたわけだよ。その隙だよ。まあ、でもそれで結構さ、昔もそうだ、大舞台でさダウン取ってあ、いけると思って倒しに行ったらカウンターをなんて逆転 KO にしちゃったね。2010年のでは周りのマックスのトーナメントで。でも今回はさ結構自分の命っていうか自分の人生かけてただけに、久保的にはちょっと不完全燃焼って感じ。いや不完全燃焼がめちゃめちゃ悔しい。あとまあ2ラウンド3ラウンドその倒されてからの どうにかする展開とか、あと立った後の展開とか、いろいろチャンスがかなりあったから、そのチャンスをやっぱ相手にもらえてたのにもかからず自分が仕留められなかったっていうか、その代表を与えられなかったっていうか、そこがね悔しいよね。こんなはずじゃねえみたいな。一言で言うと練習不足ですね練習経験不足、練習の時間も、時間のせいにするのもあれだけど、もちろん時間もだし、でも絶対的に前の久保ちゃんよりは上手になってたから、まだまだ練習がする必要があると思う。確かに、まあ、2、3ヶ月で、まあ、さっとこう勝っちゃったら、まあ、逆に天狗になったかもしれんしね。まあサラは今天狗だけど、えサラは天狗でいいでしょ。ちょっと当分天狗でいいでしょ。やっぱりさ初心に戻って K1 というところで一番最初に成功した時と同じような行動をするべき。そもそも今回負けるはずがないと落ち込むじゃん。落ち込むけど、それってそんなに勝つと思ってても、その自信はすごいいいと思うんだけど、でもさ K1 時代だって負けたことあるでしょ。だから勝ち続けてちょっと調子に乗ってたんよ。つまり今回負けてそれが鼻が折られてよかったんじゃないですか。
だからこれも悔しさ、どんな悔しさかサラは知らんけど、その悔しさがハングリー精神につながってもっと強くなるんじゃないの。いいこと言う。サラはその悔しさは分からんけど。いやもう絶望だよ。絶望か、はあとは這い上がるしかない。確かすごいですね。悔しさしかない。ありがとう。だからみんな見てくれた、そのサラ君も見てくれてる人たちにはずっとずっと挑戦して絶対に勝つ姿を見せなきゃいけない。そしてサラはサラでずっと輝き続ける、輝きを追い求めるサラを見せなきゃいけない。なるほど。で、やる気あるの。やる気はあるよ。なんか頑張んない。結構このままじゃ終わらない。いや、終われないでしょ。このまま終われる精神の持ち主だったらちょっと呆れるわ。とりあえずね、また挑戦状を書くぐらいの勢いでいてほしいし。いや悔しいよ。明日から練習で。とりあえずさっさと怪我直してさ、うん、直したらいい。そうだね、今から自分の病院行ってさ、治療してもらって、チラチラ、うん、もうでも、自分のその映像見て、そういう分析して練習、そういう練習はやってる。試合終わってからすぐ。なんかさ、久保ちゃんが今回負けちゃったじゃん、うん、だからかわかんないけど、サラがめっちゃポイント上がってるんよね。ちょっとそれ怖いんだよね、なんかさ、サラの経験値からいくとさ、ポイント上がると絶対下がるの。だからあんま上げないでほしいんだよ。そのさ、なんか支えてる最高の夫婦と告白るって、サラちゃんってやっぱりすごい支える。なんか最高な、こんな夢僕も欲しいなって分かるぜって。そんな上がっちゃったら悪いけどさ、下がるしかないの。上げないでくださいよ。なんかコメントにも、なんか最近久保ちゃんをサラちゃんが褒めてると書いてくれてんだけど、いや、なんかあったのかな、惚れてんのかなとか言うんだけど、ね、それにはちょっと実際訳があるんだよ。惚れてんの。惚れてんじゃなくて、いや、訳があんの、それサラが変わったんだよ。サラが自信がついた。習い事とかギターとか始めてちょっとずつ上手になっていくと自信が持てるわけで、自信がちょっとつくと人を褒める余裕ができる。しかも身近な人。そうなの。それまでは久保ちゃんばっかり努力でしてて、サラはなんか寝てるだけで努力できる久保ちゃんはいいなみたいな思いながらも、でも努力もしたくないしみたいな、努力できることがないと思ってたから。でも実際自分がその努力と思わないで、例えばギターが進歩したり楽しみながら、そういう努力じゃないから辛くない、そういうのがあると自信に変わって、おちょっと上達したとかなると自信に変わるわけで、その自信がついたサラっていうのは今人を褒めれる。だから久保ちゃんがこういうことができたよって言ったら、おおすごいじゃんって素直に褒めれるし、前はこういうことができたじゃん、へえ、それでへえ、もっとできてる人いるよみたいな、ひどい感じだったけど、だから褒めれるようになったんですよ。そうなんだ。そう、だから多分アンチとかもたまに来るけど、ひどいアンチコメントとか書いてくる人もいるけど、多分前のサラと同じような感覚で、自分に自信がつけばアンチもアンチじゃなくなる。アンチコメントを書くような、アンチコメントって言ってもすごいさ、サラのこと好きなアンチコメントだったらいいの、うん、デブとか、それはデブのサラが好きだからコメントしてるんです、うん、そうじゃなくてちょっと結構ひどめの、本当にひどめある、うん、忘れたけど忘れたく、そういうのを書くのは向こうは自信がなくて、多分周りの人のことをそうやってアンチする癖がついちゃった。だからサラは久保ちゃんを前はアンチしてたのは久保のナンバーワンアンチだったっていう。身内に一番なんかそばに確かに確かに敵がいる。そうそうそう、努力できる敵じゃん、サラ努力できないから敵じゃんって思ってたから、だからコメントでよく来る、そう、久保に最近優しいとかっていうやつはサラが変わったの。じゃあ、あと試合中のサラちゃんの声援聞こえてたっていう話、よくコメントできた。あれは、クワーって言ってたんだけど、宮田さんの言ってることをちょっと真似してた。練り上げろ、蹴り上げろ、練り上げるじゃん、蹴り上げろって言ったら練り上げろ蹴り上げろですよね。蹴り上げろって言ったら蹴り上げろって言ってたし、結構宮田さんの言ってることをそのまま言ってたかな。だってほら、宮田さんが言ってることってさ、技のあれだ。だからあれなんよ、関節技決まらなかったでしょ。あれはその答えをさ言ってくれるっていうかさ、その、まあ、練習もそうなんだけど、練習でこの時のその例えばじゃあ肩固めのディフェンスとか、じゃあブロックのディフェンスとか、その練習でその言い方を教えてもらって、でその試合中も指示をくれるから、下から下からとか言ってた。
あ、そう、下からもう一発逆転狙うしかない。あと褒めるとこも褒めてくれて、なんか締めてのいいよ、それ本当そう、上から締めてのいいよ、それとか言って褒めて、あと矢口さんも来てくれて、そう、悔やまれるのがやっぱさ、矢口先生に実はその左の肘をさ、2週間前にその脱臼しちゃったり、うんうん、そうだから試合で左ストレートを、試合のパンチをさ、全く出せなくて、ジャブと片腕でしかやっぱこうできなかったっていうの、それはきなんか悔しいっていうかさ、そのせっかく矢口先生にその教えてもらったやっぱ左ストレートとか、それがね出せなかったっていうかさ、出すことができなかった。トヨちゃんとさ話してると本当は負けてもなんか落ち込まないっていうか、また頑張ろうかなって思えちゃった。また頑張ろうかなじゃなくて、始めた意味がないじゃん、また頑張らないと。だって何のために始めたの、何を目標として始めたの、ここで折れてちゃさ、何が夢だったかを思い出さない。しかも新しい挑戦をした、常に挑戦したかった。そうそうそう、でサラだったらそれを本当に言えない、未来ここで諦めたらやっぱ勝って胸を張っていきないといけない。しかもサラも歌いたいから、そこが一番サラの舞台作ってよサラの舞台なんだからさ。分かった。そう、あれサラのステージだから、久保の入場じゃないから、あの間はサラのステージだから、そこちょっと意識して。あれだね、あの高校球児が甲子園に連れてってやるみたいな感じのやつを、東京ドームラスビガス連れてってやるみたいな。サラが連れてかれるの？なんでサラが連れてかれる人？だからその高校野球だったら応援じゃん。違う、そもそもサラがいての久保なの、そこを間違えない。だから勝ってかないといけないじゃん。だってそうかもしれないけど、久保が諦めそうになった時サラが引っ張るんだから、うん、結局サラがいなかったら諦めてってことじゃん。つまりサラのステージってこと、サラちゃんが引っ張ってる。そう、サラが引っ張ってる。ちょっと確かに、まあ、サラちゃんがいなかったら本当にあのまま K1 のタイトル、まあ、ずっと防衛して、もうその返上して引退してましたからね。サラちゃんがやっぱこうチャレンジとかしてるのをこう、そういう人生を歩ましてくれてるから、今こうやってね新しいチャレンジを常にできてるっていうのはあるかもしれない。しかもさ、周りがいろんな、サラクボをその頑張れって言ってくれてる、協力してくれてる人たちもさ、すごい応援してくれてるじゃん。確かに。だからその応援を無駄にはできない、勝って恩返ししないと。分かった。勝って恩返しして、それがどんな形になるか分かんないけど、サラたちは今すごい協力してもらってると思う、いろいろ。確かに。こんなに人に人望を得たことはない。人望を得たことはない。人にこんな協力してもらったことないよ、正直。それがたとえ舞台が格闘技の舞台かもしれないけど、でもサラはこんなに人に協力してもらったことがない。だってサラが誰のことも協力しなかったから。でサラちゃんが僕を協力してくれて、で今回のその作ったりとか、歌も一緒にこう入場してくださったりとか、その舞台を作ってくださったりとか、そのいろんなたくさんの方が作ってくれたってことだね。そうだね。それがサラちゃんの人望だ。サラのステージを一緒に作ってくれたみんながいたの。確かに。それって、紛れもなくサラの人望で、サラが得た人望なの、きっと。ありがたいの。ありがたいね。めちゃめちゃ棒読みます。ありがたいね。だから、私たちサラクボは、どんどん前に進みますっていうね。進もう、サラちゃん。いや、なんかもう立ち止まってる場合じゃないんだよ。確かに。立ち止まってる、一瞬立ち止まったらもうずっと立ち止まるから。こっから何としてでも強制的に足を出さないと前に。そうすると勝手に歩くから、だからここで立ち止まっちゃダメで、っていうか何も終わってないし、何もまだ始まってないんだから。久保始まろう。まずは MMA で一勝しないと、そこが始まりじゃない。ちょっとよくわかんない。え、一勝しないと、だからまず総合格闘技で一回勝たないと、そこが始まりじゃないねっていう話。確かに。いや、もうどこが始まりかわかんない。もう始まってる。始まってんの。ああ、だからサラクボのストーリーとしては始まってるけど、久保の人生的にはまだ始まってないんです。まあでも。こっからのちゃんと展開がないと。まあでも来月34。なんで？いや、そのさ、34でも絶対もう30になったら絶対引退すると思ってたから。あの格闘技のやっぱさ、それまでの平均年齢っていう、今まあだいぶ上がってきたけどさ、今はさ、みんな医療関係とかサプリとかあるから、みんな伸びてるんだよ、多分。で、年齢のせいにするって一番嫌だ、今。
なんか夢がないじゃん。そのみんなさ、年配の人とかもさ、夢を持たせないと、オール年の人にさ、夢を持たせなきゃいけないのにさ、それじゃ夢じゃないじゃん。体力のせいにする、年のせいにするのは良くない。それは全て自分の実力、自分のメンタル、それのせいだ。あと心が弱くなって安心したり、それが安心が弱みになるかも。だからサラは実家に一生住むから勝つのか。だってサラが隣にいたら安心の久保になっちゃうから。安心されても困る。サラはいつでもいないよいつでもいないよだから週2回もお泊まりなしって。なしお泊まりしてる時間あるんだから練習しなさいって感じ。サラだって自分の輝きのためにいろいろ精進しないといけない。みんなともモチベ上げてくれて、でいつもサラちゃんとよりとモチベ上がり、サラちゃんと話すとモチベ上がり。とにかく足が治ったら速攻練習して。だってさ、サラさめっちゃ偉いんだけどさ、サラあのライジン30終わってから次の日練習してて。そうなの、すごいじゃん。だからサラは寝ちゃう人だから、すぐもうそこで満足しちゃったら終わりない。そこから練習しないとそれ以上のものが次見せられない。久保ちゃんだってこっから立ち止まって他のことに目いったりしたらダメだよ。こっから練習しないと。でも久保がよくそれはよく分かってるでしょ。 K1 の時の初心を思い出すんだよ。今はその知名度とかまあまああって、まあまあついて、前の久保優太とは違うかもしれないけど、でもやることは同じ。同じぐらい気合入れて頑張んなきゃいけないし、同じぐらいハングリー精神を持って。サラが久保、前はさ K1 の時はさ、サラがいなかったかもしれない、その初心の時、一番最初の時。でも今はいるじゃん。でも安心だからこそ、でもその安心をわざと避けないと、わざと避けてわざと遠くに置かないと。つまりサラちゃんはいつでもどっか飛んでっちゃうから、いつでも僕は頑張ってサラちゃんに輝いてる姿を見せないとダメだってこと。だってサラが輝いてるんだから、サラぐらい輝かないと。クボちゃんは置いてかれちゃうよ。つやわないね置いてかれちゃうよ。ということで、みんな今回は負けちゃったっていう結果になったけど、これからもみんなをワクワクさせる、そんなサラと久保優太になっていくので、みんなどうかサラクボのファンでいてください。みんな私たちを見守ってください。頑張ります。頑張ります。ということで、みんなサラクボチャンネルのプライベートのカップル風景とか、次の試合も楽しみにしててね。みんな見てくれてありがとう。いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。